あ、オッケーです。じゃあすいません。お願いします。こっちですね。はい。はい、シフトがこれドライブですね。そうですね。ここですね。おお、すごい。ふわっと右ですね。あ、重い。トヨタの4リッタークラスのこの車って久々に乗りました。本当にセルシオ以来です。これ左に、はい、左ですね。はい。信号左です。これはもう常日頃四駆なんですか、もう四輪駆動のみなんですか。これはですね、切れるスイッチがあるので、恐らく切れるはず。切れるはず、はい。おお、やっぱ4000だから音がね、重厚感がありますね。ありますね。はい、すごい。プラドの試乗は何回かありますけど、ランクル200の試乗は初めてだ。あ、本当ですか。はい。やっぱディーゼルが人気なだけに乗りたいって言われる方は結構いる。そうですね、はい、お、これでも坂取って山、これ、これは左、これ左、はい、はい、ね、ランクルだと。そうですね、登れますね。まだまっすぐでいいですか。これを左です、ね、左ですか、はい。うん、まあ、ナビもすごいですもんね、はい。これが何インチだろう。18、ん、9、うん、いや8ですかね。結構大きいですよね、はい。これ左ですか。これ左ですね、はい。山道とかちょっとね、これ走ってみたいですね。そうですね、はい、いや多分めっちゃ楽しいんです。そうですよね。ちょっとだけここでスピードを出すこともできますので、はい、一瞬だけなんですけど、はい、おお、やっぱまあでも飛ばす車ではないですからね。そうですね、そんなビューンとはいかないんでしょうけど、でも乗り心地いいな。そうですね、はい、じゃあとてもいい車だと思いますね。結構これ重量ありますよね。2トン以上ありますよね。そうですね、重量ありますね。これでも後期結構売れてます、この顔になってからは。ああ、そのカタログを見たいと言われる方いるんですか。ああ、あんまり乗ろうって方いないってことですね。あまり見かけたこれ左ですか。そうです、こちら左です。で、先ほどの門のところに乗ります、はい、これ入れればいいですか。そうです、ちょっとお願いしていいですか。はい。あ、ちゃんとこうリバース連動が触るんですね。入れ方適当ですけどいいですか。はい、いいですよ。まあ、また後で直しますので、はい、まあ、これぐらいで、はい、ありがとうございます。